はいこんにちは師範大信也ですえ今日のテーマはこちらです初めての大人の英検必勝合格法4ステップというテーマですえ今回も前回に引き続き全級共通レベルに関係なく使える必勝合格法をお伝えしていきますで、前回の動画では主に勉強法についてお伝えしました 初めて大人の影響を受ける方が何から手をつければいいのかねえ、勉強のステップを5ステップお伝えしたんですが、まあ、今回はより突っ込んだ内容というか、より戦略の話になってきますので、まあ、勉強法というよりもテクニック的な部分ですね、になってきますので、まあ、全ての Q に対して使える方法というところなので、えぜひ活用してみてください。 で、まず最初にですね、この動画を向いている人ということでえ、前回同様なんですが、英検が目的ではない人ということですね。もう英検を取るためだけに英語を勉強しますっていう人には、今回の動画は向きませんので、そこだけご注意ください。そうではなくて、日頃のトレーニング成果を図りたい人には向いています。のでえ、普段あなたが えー、音読とか瞬間英作文トレーニングをやっているようであれば今回の動画というのはぴったり合うと思いますのでぜひ最後までご覧ください。で、もしあなたが今まで音読とか瞬間作文やったことないようっていう場合はこのやり方の動画を先に見ていただくのがいいかなと思いますのでこの動画の,下の概要欄チェックしてみてくださいで。普段から英語トレーニングをやってる人が初めて英検を受けようと思った時多分こういう悩みが出てくると思います。英検に興味はあるけど自分は何級から受けるべきかわからないっていう声多いですね。であとは 英検は初めてじゃないんだけど大人になってから受けるのは久しぶりともう学生の頃何十年前に一回受けたことあってで一応12級とか2級とか持ってるんだけどもうあれからだいぶ時間経ってるからなっていうねまあそういうパターンであと1回受けたけど結果が出なくてへこんだっていうパターンですねこのパターンに当てはまる場合はぜひこの動画を最後までご覧くださいでは始めていきますまずねステップ1のとこなんですがここ大事なとこです まずは合格体験をするということですね。これ実はやってる人少ないんじゃないかなと思います。みんな結構ね頑張って難しいやつに申し込んじゃうんですがまずは合格体験をするっていうのが実はこの英検大人の英検ではね大事なことになってきますね。つまりどういうことかというともしあなたが過去に英検の給与を受けたことがあって持っている場合はですね 過去に受かった9と同じかあるいはそれ以下から受け始めるというのがおすすめですもし仮にあなたが今順2級を持っているという場合は同じ順2級かあるいは3級から受け始めるというのがおすすめですねでもしあなたが1回も受けたことないと英検はっていう場合はですねえとりあえず5級から受けるのがおすすめですえー、5級ってもらうかもしれませんそう、5級って言ったら一番下ですからねでも実は大人の英検で大事なのはここなんですよ この合格体験をまずはしてみるというところなのでえ、僕は大人があえて5級から受け始めることをお勧めしています。で、ちなみに A 検というのはダブル受験もできますので、例えば5級と4級両方とも申し込んで受けてみるとかですね。まあそういうのもお勧めです。で、当然ですね、会場に行くと5級4級あたりだと小学生が多いと思うんですよ。で、その小学生の中に混じってやるのは恥ずかしいなって思われるかもしれないんですが、実際にですね、受かって、 表彰状が届いて見てみると結構モチベーション上がりましたっていう声多いんですね。なので僕はもし迷ったらとりあえず5級から受けまししょううとといいことをお伝えしてまますまずは受かる感覚自分で解ける解けるぞって、ね、感じるそのテストを受けている最中のできた感であとはその後に本番のテストの後に結果が返ってきて合格証が届いた時の喜びですねこれをまずは体感として味わうということがすごく大事になってくるんですね。 なのでこのの受かった時の感覚を味わううとというここですでこれはテストしている最中とあとは終わった後と両方の感覚というふうに覚えておいてください。テストを受けている最中であれば大体このぐらいのペースで解き続ければ最後までいくなっていうのが感覚的に分かりますので、えー、例えばちょっと難しめの Q に挑戦した時にどこが足りないのかっていうのがその受かった時と比べてっていうところを見れるようになるんですね。 なんでまずは自分の中で受かった時の感覚をベースにしておいてでそこに足りない部分を上乗せしてどうやってここの溝を埋めていくかってことを考えるっていうことなんですね。でそれがまあ戦略的な部分ですね。なのでとりあえずはまずは一回ね合格体験をできる級から選んでみるということです。でここで一つエピソードをお伝えします。それがこれです。英検1級しか受けないとと決めた男性の話と いうことでねこれはですね実際に僕自身が A 研究を受けた時にたまたま同じ教室で僕の後ろに座っていた男性とお話をした時のことです。で僕はですねその A 研究を初めて受けた時に、まあ、興味があったのはどういうい人たたちが A 研究を受けるのかなっって思ったんですよで多分絶対少数派じゃないですか A 研究にトライする人っていうのは。なので、まあ、そこをちょっと知りたいなと思ってですね でその英検の会場に行った時に僕の後ろに座っている男性にちょっと話しかけてみたんですよねでもちろんね試験始まる前だとみんな緊張してるのでとりあえず試験が終わって開放感にあふれてあーってみんなね席立ち上がろうかなみたいになってるタイミングで後ろを向いて「お疲れ様です」なんつってね話をしたんですが、まあ、その中でですねどのぐらいいをを今まででで受けててるんんすすかってね体験を聞いたんですそしたらこうおっしゃってたんですねその方が。 15回連続で受けてますと。でこれね実は15回目なんですよ今回がっておっしゃってたんです。でこれ英検って年3回ありますで毎回申し込んでそうなんですね。なんで5年目ですとこれで。で3回年3回かける5年間で15回になりますので5年間一度も受かったことありませんとずーっと押し続けてるんですよってことを笑顔で教えてくれたんですね。で僕はええと思ってで実際にどうなんですか結構ギリギリいけてるんですかって言ったらいや全然ですよと。 ね、もう全然合格点に届かないんです毎回っておっしゃってたので、あ、じゃあちなみに準一級とか持ってらっしゃるんですかって聞いたら、いや、受けたことありませんっておっしゃってたんですよ。でその方は英検一級しか興味がないって言ってたんですね。つまり準一級にももう二級にも興味はないとね、英検受けるんだったらもう一級しかありえない。もう一級を取るか、あるいはこのまま不合格でずっといるかの二択しかないんだっておっしゃってたんですね。 でもちろんそれはねあの本人が楽しくやってるんだったら全然いいと思いますでその方はその受けること自体が楽しいって言ってニコニコして話してくれたので全然 OK なんですが、まあ、おそらく普通の人、まあ、僕みたいなタイプだったら多分無理ですね15回連続でやってたらもう僕もねあの落ち続けたらへこんじゃいますさすがにでおそらくほとんどの人がへこむと思うんですよこういう状況になったら。 なので、まあ、この男性は結構特殊なケースだと思いますが、あ,あんまりこう背伸びした Q を受け続けて不合格が続くと、絶対ね、途中で嫌になっちゃうと思います。まあ、おそらく普通の人だったら3、4回ぐらいで、はーって意気承知してしまうと思いますので、まあ、このね、Q の選び方っていうのもすごく大事になってきます。ので、まずは簡単な Q からでいいので、合格体験をするってことを意識してみるといいかなと思います。はい。で、次、ステップ2。 えー、ギリギリ受からないいを狙うということとこですねギギリギリって大体どのぐらいってとこなんですが、まあ、大体こんな感じです。A 検バンドでマイナス1から3ぐらいですね、えー。これ今のちょっと基準なんでもし知らないって方も多いかなと思うので一応昔の基準で言ったらね不合格 A って聞いたら分かりますかね。 まあ、おそらく今大人の人が学生の頃というのは不合格 A b c っっていいう基準だったと思います、まあ、不合格 A は合格に近いところにいて B がちょっと下の方真ん中辺で C はもう完全に合格点から離れてるみたいなね、まあ、そういうざっくりした基準があったんですよ。で今はそれが改定されて新しくなってもっとこのメモリが細かく刻まれてですね で、えー、マイナス1、2、3とかね、えー、この合格点に対してどの辺の今自分が近いところにいるかっていうのをね見れるようになりました、まあ、ちなみに受かった場合もどのぐらい余裕で受かったかっていうのがねこの英検バンドで分かるようになってるんですねでこのマイナス1って書いたんですがこのマイナス1っていうのは25点刻みなのでス2 5という形です合格点に対してで25点って言ったら100点満点だったら4分の1じゃないですかでも 英検の今の総合点数っていうのは、結構点数がね、何千点台になってるんですよ。千点超えてるんですね。まあ、ちなみに英検のホームページで見ると、えー、英検準二級が合格点が千三百二十二点になってます。で、二級が千五百二十点。で、準一級が千七百九十二点。で、一級が二千二十八点という形なので。まあ、これを分母にして二十五点刻みという形なんで、まあ、結構細かいですよね。 なんでマイナス1から3というのはマイナス25点からマイナス75点ぐらいって感じですかねその辺りを狙っていくといいのかなというところで昔の基準っていったら不合格 A ぐらいかなというところですね。そのわずかな差を埋めめるるために勉強するっていう感じだと結構やりがいいががあると思いますがこれが最初からねあまりにも難しいやつを選んじゃうともう全然ねそこに到達できずに何度も何度も受け押し続けることになってやる気がなくなっちゃうと思いますので要注意ということです。 でちなみに合格の基準なんですが、まあ、ざっくり言うとですね大体こんなふうに言われてます。各パートで6 7割取れててギリギリ合格すするかなっいいうぐらいです、ね、で、ね。この各パートっていうのはポイントなんですがえ昔はですね得意分野と苦手分野があったらこの得意分野の方で点数を稼いで,でその苦手分野の方はその得意分野でカバーするみたいな、まあ、そういう受け方があったんですよ昔。まあ、例えば英検1級だったらボキャブラリーがすごく難しいからボキャブラリーは捨てて。 もう長文読解だけでで点数をカバーすするぞみたたいなのがあったんですが、まあっん今はですねそれが改定されましてえ各パートごとに合格点というのは決まっててでこのパートを落としてしまったら例えばボキャブラリを捨ててしまった場合はですねそこで引っ張られて全体がマイナスになって合格できないってことが起こりえますのでまんべんなくえある程度の点数を取らなければならなくなったっていうのが今の状況なんですね英検の。 なので、まあ、各パートで大体67割ぐらい取れるっていうのが基準になっていると思ってください。ということはですねえ最初の問題集練習問題で大体全体の5割ぐらい解ける9でないと苦しいということがわかると思いますえ。最初の時点でですね。でこの時点でもし2割とか、ね、3割とかそのぐらいだった場合はこれを67割まで持っていくってすごい大変だと思うんですよ。ももうあまりにもその差がありにがすぎちゃって なので、最初の時点で大体半分ぐらいは正解できるかなぐらいの9を狙うというのがいいと思いますね。であともし背伸びをするのであれば長期目線でということで、まあ、例えば僕の例で言うと僕は英検1級を受けようと思った時ですねこの11級と1級の間がすごく差を感じたんですよ。なので実際に受けたのはかなり後でした。順級が受かかってから3年後に僕は、 え英検1級を受けたんですが、えー、その時も準備を始めたのは1年前ですね、えー、実際に初めてその英検1級の本番を受ける1年前から準備を始めましたで実際に受かった時っていうのは1年半後でしたなのでそのぐらいまあ長期の目線で準備が必要ということですねなのでまあ2、3ヶ月後に迫ってる英検でいきなり背伸びするっていうのはあまりいい方法じゃないんじゃないかなと思いますねで次がステップ3ですね え本番当日は体調優先でということで、これ結構ね、多くの人がやってしまいがちだと思うんですが、ギリギリまで英単語帳や問題集を見るっていうの、そういう光景ね、結構よく目にするんですよ。まあ、これ、英検に限らず、トイックの会場でもそうなんですが、もう本当に試験のギリギリ、開始ギリギリまでこうテキストとか、まあ、英単語帳だったり問題集だったのを見てですね、そしてこう、にらめっこしてるっていうね、まあ、そういう人たちが、まあ、9割以上かなという感じです。ですが、 もう今この見てパッと覚えるような英単語であればちょっと本番ではですねまだそこまで記憶が定着してない状態だったら絶対ね本番では使えないですねパッと意味が思い浮かぶってことはないと思いますのでもうそこはね諦めた方がいいと思いますもう今までやってきたもうぶっちゃけ昨日までの自分を今日出すぐらいの感じでいいと思うのでもう付け焼き場はね通用しないと思った方がいいですね本番ギリギリに 英単語調にらめっこしてるぐらいだったらもうね寝てた方がいいです僕はそう思いますもう完全に脳みそを休ませるということですねで、えー、本番24時間前から完全に脳を休ませるっていうところを意識してみてください、まあ、つまり前日からあんまり勉強しすぎないということですね、まあ、例えば、えー、日曜日の午前中に、えー、筆記試験があるとしたら、えー、その前ですね24時間前なのでもう土曜日の午前中にはすでに勉強を終わらせて でも午後からは完全に休むみたいなね。まあ、そのぐらいでいいと思います。もう完全に英語から離れるぐらいでね。でもし、ウォーミングアップしたいよっていう場合は、まあ、当日朝に軽くウォーミングアップするぐらいに留めておいてください。まあ、これでしたら大丈夫です。まあ、例えば例としてはですね、えー、聞き取れる英文を軽くシャドーイングするみたいな、そんな感覚です。今までに音読で仕上げた英文をシャドーイングして、でちょっと頭を英語モードに切り替えるみたいな感じです。ですが、それを例えば、 問題集を解くみたいなことをやっちゃうともう脳みそに負担をかかっちゃってすごいきつくなってしまいますのでそういうことはしない、ね、でしかもあと難しいやつ自分が一回も聞いたことない英文を頑張って聞こうみたいなそんなことをするとねもう疲れちゃうので脳みそがなのでできるだけ脳みそを休ませるためにウォーミングアップは軽めの内容にするとでそのためには過去にやった英文自分が今100%聞き取れる英文を使ってリスニングしたりシャドリングしたりするっていうのがおすすめですね はいで、あとステップ4ことです、はい。これ結構やってる人少ないんじゃないかなと思います。もう1回申し込んでダメだったら撃沈してそこでおしまいみたいなパターン結構多いと思うんですが、えー、英検はですね TOEIC と違ってその問題の傾向が回によってだいぶ変わるんですね。まあ TOEIC も多少変わるんですが TOEIC の場合だとビジネス寄りの内容になってるのとあとね現実のストーリーではないっていう縛りがあるんですよ。 なんで出てくる登場人物だったり、あとそのストーリーだったりっていうのが偽物なんですね。だから下地知識ね、背景知識が点数に影響しないっていう特徴がトイックにはあるんですが、英検の場合はそうではないので、英検は結構そのアカデミックというか学術寄りの内容が出てくることが結構多いんですね。まあ級によってもちろん変わりますけども。なので階によって自分の得意不得意が出やすいです。 例えば一つ例を挙げると僕が英検一級対策をしてた時に過去問をやってたんですね。でその過去問が本当にね関与って総合得点が全然変わってきました。特に長文読解は全然違いましたね。でなぜかというとこなんですが、まあ、例えば点数がよく取れたものっていうのは僕がよく知っている得意分野に関する文献を読んで質問に答えるっていうものがあったんですね。でその時にはめちゃくちゃいい点が取れました。でそれは何かっていうと、 マジシャンの話ですえマジシャンがどういう心理トリックを使ってこうお客さんに驚きを与えるのかみたいなね、まあ、そういうね種的な部分ですね心理トリック的な部分の解説が載っていたんですねでそれが長文読解のテーマだったんですよ。で僕はもうその時の時点でもう10年以上マジシャン歴があったので、まあ、実際にそこに書いてある心理トリックはよく知ってましたし自分もマジックーの中で使っていたので、まあ、当然中身はわかるわけですね。 なんでもう英語力そのものというよりも中身がもう読めちゃうわけですよもう知ってるからなんでまあパーッと本文をちらっと読んだ後はあ多分こういうこと書いてあるなって分かったらあとはもう質問文の方に入ってでその質問文の方を読むだけで本文の方に戻らなくても正解が選べちゃうっていうね、まあ、そういう感じだったんですよそれは当然総合得点も一気に上がりましたがそうではなくて自分が何にも知らない内容ですね まあ、特に僕理数系の内容が苦手なので結構その理数系の,なあの記事が出てきた時は読むのに苦労しましてで点数もガツンと下がったということがありますのでそれをやってる時に思ったのはあこれ多分本番も同じだなと、まあ、過去問がこんだけ波があるんだったらもう本番も絶対波があるからもうこれは3回連続で受けようって思ったんですね。でもうその年受けると決めた年はもう毎回申し込むぞぐらいの感覚でやりました。 でまあ、結果的にですね僕はその時は2回目で受かりました1回目は不合格 A まあさっきで言うと A 検バンドでマイナス12ぐらいかなで2回目で受かったんですがまあこれは回によって本当に差がありますのでまあたまたまラッキーだったと僕は思います、えー、たまたま2回目の内容が自分のよくわかる内容ってのもあったと思いますのでやっぱりね運はあると僕は思いますねだからこそ3回連続して本番を受けるということですね であとこの問題と自分の相性に加えてもう一つ重要なポイントがありましてでそれはこちらです。え本番独特の空気になれるとということですこれ、ね、家で練習問題解いてる時と本番でみんながシーンとしてる中でこうカリ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 この鉛筆の音だけが聞こえてくる中で受けるのとはもう全然違うんですよ。まあ、やっぱね本番の試験会場って独特なんですよね。 で、この空気に慣れておかないと、結構その場の雰囲気にやられちゃって、普段の力が出せないってことがあります。ので、まあ、そういう意味では、やっぱりね、連続して受けることによって、だん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 こう体が慣れてくるっていうのがあると思います。で、この本場の中で必要になってくるマネジメント能力というのが3つあります。えー、1つは、緊張マネジメント。そして、焦りマネジメント。そして最後に、落胆マネジメントというね、えー、この3つです。えー、まず 緊張マネジメントは分かりやすすいですね、えー、今言ったように周りの人たちがすごい静かな環境でカリカリ解いている中でだん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 自分も緊張してきちゃってで普段の練習問題解いている時とはちょっと比べ物にならないほどこう雰囲気にのまれて実力が発揮できなくなっちゃうってことがありますのでこの緊張をどうやったらコントロールできるかっていうところですねある程度これ慣れの問題もあるのでその本場のテストの会場の雰囲気に慣れておくっていうのは大事ですね。そういういいいい意味ででもまあ3回連続で受けるといいと思います であと焦りマネジメントってとこなんですがこれはですね例えばリスニング問題を解いてる時とかに聞き取れなかったと「ああ今 CD で言った内容が頭抜けちゃったなこっちからこっちに」ってなった時に「やばいどうしたらいいんだろう」って思って急に焦るわけですね。で練習の時にはまあ1問ぐらい落としてもいいやって思えちゃうんですがいざ本番になると1問も落としたくないみたいな気持ちが結構出てきちゃったりとかもう本当にね1問逃しただけで「ああやばいやばい」っていう焦りが出やすいんですよ本番の時にはね。 で結果的に焦ってる間に2問目がまた流れちゃって「あ」って言ってる間にまた3問目が流れちゃってみたいな感じでリズムがガタガタに崩れてしまうってうことが結構あります。のでのでこ焦らないようににするために 自分の心をマネジメントしていく。ねえー、もし聞き逃したとしても大丈夫次でいけるって思ってパッと気持ちを切り替えて、えー、集中力を途切れさせないということが大事になってきます。で、これはね、なかなか練習では難しいですね。えー、本場の時にしかできないと思いますので、まあ、本場の中で経験を積むと思って3回連続でやるのがおすすめです。 で、あと、落胆マネジメントですね。まあ、これもあると思います。まあ、こことつながってるんですが、焦って問題を落としましたと。ね、まあ、本当に落としたかどうか分かりませんけど、まあ、多分、これはダメだな。きっと不正解だろうなって思います。で、それが続くとですね、だん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 気持ちが落ち込んできちゃうんですね。で、ああ、もうダメかもしんない。もうダメかもしんない。もう今回こんなに高い本番の受験料払ってるのに、もうダメかも、みたいなね。 まあそんな感じとか、あと今まで頑張ってきたのに、ここまで何ヶ月も頑張ってきたのが無にキスのかーみたいな感じで嫌になってしまうっていうね。で、これモチベーションがぐーっと落ちてちゃうんですよね。で、結構この本番の最中にモチベーションが落ちるっていうことはよくあります。ので、このモチベーションを落とさないように一生懸命こう自分の気持ちを持ち上げながら最後まで終了ですって試験官の人が言うまでの間はずっとモチベーションを保つっていうのは、やっぱりね、本番でしか 磨けない部分かなと思いますのでえこの本番の中でいかにこの緊張と焦りと落胆をマネジメントしていくかってことを意識する必要があるんですねで、もちろん練習の時にもある程度意識でできるんですがやっぱり本番の雰囲気に飲まれてしまうとこれはより強く出やすいのでまあ、そういう意味でこう3回連続で受けることによってえ前回の失敗を覚えているうちにまた今回受けてですねで前回はここで同じような感覚で えー、焦ってしまったなとか落胆しちゃったなって時に「えー、違うぞ今回は」っていう感じで気持ちを切り替えていくことができるというのがねいいポイントだと思いますので是非、えー、ねこの感覚を忘れないうちに連続して受けるというのを意識してみてください。はいえー、ではですね最後おまけです。 えもう一個よくいただく質問でこういうのがありますえ。二次試験対策はどうしたらいいんでしょうかっていう声ですね、まあ。二次試験対策って人間と話しますよね。え面接官の人と話すので、これなかなか独学しづらいですって声がいただくんですが、えこれですね、一応おすすめがね、2つあります。1つ目はオンライン英会話で先生に質問してもらうっていう方法ですね。 まあ英検の面接だと、あなたはどう思いますかとかっていうふうなね、質問を振られることが多いので、まあ、そうなった時に自分の答えがパッと出てこない、アドリブで答えられないっていうとね、パニクっちゃいますので、オンライン英会話の時に先生に突然の質問をしてもらって、それに対して答えて、でその答えが英検の基準に合ってるかどうかっていうのをジャッジしてもらう、フィードバックしてもらうっていうのが大事になってきます。 で英検の面接の練習をする相手の先生はネイティブの先生でも日本人の先生でもどちらでもいいんですが、まあ、できれば日本人の先生の方が英検も知ってますしあと、まあ、こちらで口で説明もしやすいと思います。まあ、この基準を満たしてるかどうか教えてくださいみたいなことを日本語でお願いできるのでね。 で今、オンライン英会話って結構日本人講師の方と、えー、会話ができるっていうのもありますので、まあ、それを活用するのも手かなと思います。でもちろん、ね、英語でしっかりそこを伝えられるのであれば外国人の先生でもいいと思いますね。で、これが一つ目。でもしこの、ね、オンライン英会話でやるのにあまりにもハードルが高いという場合はですねもう一つ気軽にできる方法があります。それが二つ目ネイティブと時間差で英会話できるアプリ SpeakNow を活用するという方法ですね。 これはスマホのアプリに自分の音声を吹き込んで,でその音声をネイティブの先生が添削して送り返してくれるっていうね、まあ、そういうアプリになってます。 ででこれはですね自分の声を最初30秒間喋って録音するんですがその時にですね、まあ、できるだけこの英検の時と同じ感覚でやるのがおすすめです、まあ、例えばですねこのアプリの中に入っている Q&A ってやつがあるんですがその質問をパッと選んでですねでそこでとりあえずパッと見た瞬間にアドリブで一回吹き込んでみますでそれを先生に送ってでそこで文法的な間違いとか発音のミスとかを先生がネイティブの先生ですこれはね英語でフィードバックを返してくれますので,でそれを聞いてですね直していくという形です で、このスピークなどのいいところは、まあ、1回30秒でできるということと、あと顔出しする必要がないので、気楽にできるということですね。なので、お風呂上がりとか、すっぴんの状態でも女性であれば、えー何の、どんな状態であったとしても、えー、それをただ声だけ吹き込めばいいだけなので、まあ、ちょっとした隙間時間なんかにもできておすすめですね。 で英検の質疑応答というのは大体自分がしゃべる時は30秒もあれば十分だと思います。もうそれ以上しゃべるとかえってボロが出てしまいますので、まあ、30秒以内に返すとでその中でできるだけ文章を2分3分ぐらい多めに答えるという練習をするといいと思いますね。 で、その時の自分の文の構成だったり、発音のミスだったりっていうのを直してもらえますので、まあそういう意味では、ね、このスピークナウはかなりね、えー、検の二次試験との相性がいいかなと思います。まあ詳しい使い方に関しては、えー、この1本これだけで動画を作ってますので、えー、よかったらこの動画下の概要欄チェックしてみてください。で、ここまで戦略的なことをお伝えしましたが、最後にお伝えしておくことはこちらです。普段トレーニングしてなんぼということですね。まあ普段音読とか瞬間検作文をやって こそののの今回の戦略になりますので、まあ、あくまで表面的な戦略というのはこの基礎土台ですね英語力の土台があってこそ生きてくるものなので、えー、普段のトレーニングは欠かさず続けつつですね、まあ、今回お伝えした戦略を試していただくとおそらく初めての英検でも納得のいく結果が得られる確率が上がるかなと思いますのでぜひお試しくださいでもし英検対策でもう少し情報が欲しいよという場合はこの動画の概要欄チェックしてみてください enjoy thank you for watching. See you later.